ヒラノ仕バチェラー、番組復帰で恋愛リアリティに挑戦。ファンからの宣戦線布告に笑顔で応戦。皆さん、こんにちは。ヒラノ仕のファンの皆さん、そして恋愛リアリティ番組ファンの皆さん、お待たせしました。元キング、アンド、プリンスのヒラノ仕が新しい冒険に挑戦し、ファンたちとの交流を深めている最中です。ヒラノ仕の最新情報をお届けするため、今回は彼が、 バチェラー、番組への宣戦布告についてお話ししましょう。平野紫耀は、2023年7月に滝沢秀明氏が設立した新会社、戸部に加入し、その後、SNS を駆使してファンとのコミュニケーションを図っています。この25日、平野紫耀は、インスタグラムのストーリーズの質問機能を使ってファンからの質問に答えました。その中で、一つの質問が注目を浴びました。 バチェラーとバチェロレッテどっちに出てみたいという質問です。バチェラーとは、2002年に全米で始まった恋愛リアリティ番組、ザバクローの日本版で、ハンサムな独身男性または美しい独身女性、バチェラーまたはバチェロレッテがエセイたちと恋愛バトルを繰り広げ、運命の相手を見つける番組です。平野史洋はこの質問に対し、大いに興奮し、どっちも出たい。楽しそう,いう。 と素直なコメントを寄せました。しかし、彼は出演者の立場から、でも本当に大変そうだよね、とも語っています。バチェルア番組は愛とドラマがたっぷり詰まったもので、出演者たちは過酷な恋愛の試練に立ち向かいます。さらに、現在放送中の、バチェルアシリーズ5に関する質問にも答え、紫輝くんは誰を応援しているか尋ねられると、言ったらどっちかに申し訳なくなっちゃうから言いません。うん だって二人とも頑張ってるもんと微笑ましい回答を返しました。そして別のファンからは驚きの宣言が飛び出しました。紫輝くんがバチェラーに出たら本気で落としに行くよ。との宣戦布告が、これに対して平野志陽はにやりと笑い、落とせるかな、とファンとのやりとりを楽しんでいます。ファンからの熱いサポートと応援に囲まれながら、平野志陽は新たな挑戦に向けて歩みを進めています。 私たちもその成長と活躍を楽しみにしています。結論。平野紫耀が、バチェラー、番組への興味を示し、ファンからの期待に応えて、笑顔で応戦する姿勢が、彼の魅力の一端を示しています。彼の新たな冒険に、多くのファンが期待と興奮を抱いています。これからも彼の活躍に注目し、彼がどのように恋愛リアリティ番組の世界で輝くのかを見守りましょう。読者への挨拶。 この記事をお読みいただき、ありがとうございました。平野の仕のファンの皆さん、そして、バチェラー、番組ファンの皆さん、どうぞ彼の新たな冒険を一緒に応援しましょう。彼の明るい未来に期待しています。今後も最新情報をお伝えできるように、お楽しみに。